ちゃん、こんにちは。さゆたかさん、ほやほうよ、はい、岡田さんぼやき今週のです。ぼやいてた。嬉しいぼやきというか嬉しいコメントなんですけれども、まあ、先日阪神対巨人戦が甲子園でありました、うん、まあ、初戦はね、はい、横田君の、そうですね、追悼試合で、はい、感動したな。そうですね、同期 の中継ぎ後ろのピッチャーの方たちが岩佐田、はい、岩崎、はい、で梅野が受けるという、はい、で勝って天に向かったな、うん、熱い試合だったなっていう。よかったな、うん、よかった。やっぱこれは生前の横田君の、はい、まあ、人柄だと思うしな、うん、そうですね、まあ、よかったな、いい報告ができてな、はい、そうですね、はい、そして2戦目、はい、2戦目は継投継投代打代打、非常に見応えのある、まあ、そして阪神が、逆転して勝ったという試合だったんですけれども、これに対してちょっと話が入ってこないので、はい、ちょっと横田さんはそうですよね、いきなり、はい、そうなんです、はい、2戦目な、2戦目です、はい、2戦目 あれは大竹投手が、はい、先発してまして、はい、で、途中で変えて、そこから継投で巨人も継投で、そこに対して岡田監督がもう代打を送っていくっていう、そういう、こう見応えのあるベンチの 作戦というか、まあ、ベンチワークだよな。ベンチ、まあ、ベンチワークでほぼ決まるというかさ、はい、まあ、そういう試合だったけども、うん、まあ、阪神の方はベンチワークがうまくいった、はい、これは選手が答えたから、うん、でも原監督気の毒だったのは、はい、選手が答えないもん。そうですね、いきなりフォアボール出したりとかさ、出す投手そんでしたもんね。そうなんですよ。で、一番はやっぱ高梨、うん、ね、阪神戦に久しぶりに登板して、はい、大ブーイング受けて、うん、まあ、打たれたという結果になったんだけどもさ、はい、あのシーンを見た時にやっぱ勝負してるんだから、うん、デッドボールっていうのは当てに行ってないよ。勝負しに行ってたまたま当たっただけでね、そんなに高梨も気にする必要はないと思うんだけど、はい、ちょっと遠慮してるというかさ、まあ、そういう節があったし、はい、あのブーイングを聞いてマウンドに立った時にちょっと表情がね、はい、ちょっと変わったし、うん、まあ、そういう面では采配というか、そういうことに関して言えばね、まあ、高梨があそこまでちょっと尾を引いてたのかなっていうことは思ったけどね。それじゃやっぱ使えないでしょっていうふうには思ったけどね。いろいろなことも考えて、やっぱり岡田監督の采配、3番手の大江選手のところに代打小野寺選手、さらに代打に原口選手っていうふうな、こうかぶせていくだったり、で岡田監督がその時に勝利インタビューで言ってたのが、やっぱり向こうは救援陣良くないからねっていうのをぽつりと。いや、だから、うん、そこの勝負を先読みしてたのが、うん、坂本と塁、はい、にノイジーがいたのかな、ノイジーがいた時に、はい、エンドランをかけたんだよね、うん、はい、でショートゴロ打つんだけど門脇がトスしてね、はい、完全にセーフという、うん、で完全に1点を詰めにいってる采配を取ったんだよね、はい、まあ、そういう面では思惑通りに進んだのが阪神であって、うん、思惑が外れたのはまあ、原監督だよね、うん、だからこれは考え方なんだよね。木浪の時もそうなんだけども、はい、2球ウエストを続けて、うん、まあ、そこでスクイズをやってくれば完全にジャイアンツのペースになるけども、まあ、岡田監督もじっとして動かずという、はい、でも原監督はいや木浪を歩かしてもいいから構えさせておいてウエストをすると、うんうんうん、でこのウエストを2つする中の1つをスクイズでやってくれれば儲けもんと。でも最初から歩かすつもりだったと思うんだよ。でも最初から申告敬遠すると何も起こらないわけだから、はい、だからそこでウエストを選択をして、あ、してこなかった、あ、申告敬遠と、うん、いうことで大竹と近本と勝負に行ったんだよね、はい、で思惑外れてるのは、うん、大竹がから三振を取るって思ってたと思うんだよ、はい、まあ、バットに当てられてみたいな。で近本も状態的にはあんまり木浪よりは状態はあんまり良くないから、はい、そこに勝負に行った。これはね、間違いでは俺はないと思うんだけど、大竹にバットに当てられるとかさ、そこ嫌な当たりを打たれるとかさ、はい、だからまあ月もないっちゃないよね。ああ、それ原監督というか巨人側にっていうことですよね、うん。だから岡田監督は木浪の時に外した時に笑ってたけど、はい、不敵な笑いをね、だから岡田監督ってこうはっきりしてるから、うん、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだよね。
あ、手の内がってことですか。うん、旗から見てるとね、はい、やってる本人同士っていうのは、うん、深く考えてしまうというかさ、なんかそんなところもある監督だよね。さらに岡田監督はその次々と選手を繰り出す原監督との采配の勝負について、いやいや大好きやわ、こっちは駒がおるからなと楽しんでいる様子だったと。いや、岡田監督はやっぱ楽しみにしてたのは監督になって、はい、監督として采配を振るえる監督がやっぱ原監督なんだよね、はい、そうやって応戦をしてくるというかさ、うん、だから時に敗れ時に勝ちみたいな、だからそういうことをやっぱ岡田監督は楽しむよね。そうですよね、だから DH がいらないって言ってるんだ。で、岡田監督はやっぱ将棋指しでもあって、アマチュア3段持ってるそうなんですよ。3手先、4手先、5手先までやっぱあるんですかね、将棋と一緒で。いや、まああると思うよ。だから、じゃあ原監督がないかっていうとさ、いや持ってるよ、うん、持ってるけども家康だな。あ、泣くまで待とう待とうか。でもあのさ、な、系統もう結構賛否両論ファンの間でありましたけれども、原監督今年やっぱりすごいスパ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 系統早いじゃないですか。あれはどうなんですか。しょうがないっちゃしょうがないんですかね。信頼度の問題だな。だから岡田監督はそのリリーフ陣に対して良かれ悪かれ信頼してるよ、うん、1イニング任すって言ったら任そうと思ってるよ、うん、だけど信頼できないピッチャーは途中でスパッと変えたりとかもするし、でもやっぱ原監督の中での信頼を得てるのはそんなにいないよね。あ、まあ、そうですね、ブルペン陣、うん、まあ、中川とか、はい、まあ、高梨が良かった時なんか高梨は信頼してたと思うんだけど、まあ、一つのデッドボールから様相が変わってきてしまってるよね、はい、まあ、そこら辺では苦しんでんじゃないの。そうですね、うん、きっとね、采配の部分で。そうだね。あと岡田監督がそのノイジー選手を6番にして、で6番でノイジー選手結果を出したことについて、6番の方が気持ち的にも楽に打てんかな、うん、って言ってたんですよね。まあそうかもかな。やっぱ3番よりノイジー選手6番の方が適性あると岡田監督ちょっと見てるんですかね。まあ森下が3番に適してるということもあるんだろうな。あ、でも構想としたらやっぱノイジーが3番っていう風に、うん、思ってるはずなんだけどね。ああ、本来はそうなんですね。森下はね、ちょっとまだ荒いんだよね、うんうん、ケースバイケースで打ちにいけないというかさ、はい、でノイジーはやっぱそういうことが、まあ、多少なりともできるという、うん、本来なら6番に森下っていうところで打たしてやりたいと思ってるはずなんだけども、はい、まあ、どっちを取るかっていうと、まあ、森下も勝負強いしな。そうですよね、うん、だからそういう意味ではサインを出しやすいのは森下だから、うん、大山にいい形に渡すって言ったら森下の方が3番っていうのがいいのかなと思うよね。で6番は自由に打てるという。あ、じゃあもしかするとこの打線打順でハマれば後半戦これでしばらくは行く可能性もある。勝ってる時は、ね、勝ってる時は、うん、あ、負け出すとまたそうですよね。いや、負け出すとすると原因がそこに出てくるわけだから、うん、まあ、そこら辺は臨機応変に考えなきゃいけないとは思うけどね。そうですね、うん、あとはあの佐藤輝明選手が状態を、ね、戻して上げてきたことについて当たってきてるし、巨人戦で の, あの2戦目の時に三振でさえもいい三振だった、いや良かったっていうふうに話してたので、佐藤輝明選手に関しても岡田監督、あ、もう状態戻ってきて上げてきてるなっていうのは確信してるってことですかね。まあ結果が出てるから ね時としてバタンと打たなくなる時あるからさ、はい、まあ、やっぱ波がある選手だからね、うん、まあ、そこら辺はこう敏感に察知しておかないとまた悩みになっちゃうしな。その三振の仕方でもやっぱりそのいい三振っていうのは、まあ、佐藤輝明の中のいい三振と悪い三振っていうのがあって、はい、これがみんなに当てはまるわけではなくて、うん、まあ、佐藤輝明の中での三振、あ、それは良かったっていうことなんじゃない。あ、見てても次につながるような振り方ってことですかね。まあまあそうだね、うん、まあいい三振っていうかまあないけどね三振に三振は三振だけど、ね、でも形が崩れてなかったとか、はい、まあ、そういうことなんじゃないのかなとは思うけどね。いや、ただ岡田監督も、まあ、首位にね、まあ、ゲーム差なしでこの時点でカープが分かんないです。いや、しぶといなでもな実際行かないんですよ。行かないな。そうなんです、まあ、今取ってる時点で、ゲーム差がなしで、2位に、広島に、首位が
阪神なので、もしかすると入れ替わってる可能性も、まあ、あるかもしれないですけど、それでもしぶとく落ちないというところで、そうだな、はい、これはやっぱり岡田監督のしぶとさと、はい、やっぱ戦略とかね、戦術とか、うん、まあそういうものが勝敗に出てるんだろうね。そうなんですかね、うん、まあ、なんか野球楽しんでますもんね、采配振るいながら。まあ、原監督と岡田監督のこうやり合いっていうのが面白いよ、見てて。あ、やっぱ勝負かけるときはもう本当惜しみなくかけていくし、お互いに、お互いに、うん、そういう意味では見てて面白いなと思うよ。あ、そうなんですね。いや思う、うん、だから他の監督がやってないわけではないけども、はい、まあ、特にクローズアップしてみると、やっぱここはこうだったんだなという理解がすごくできるという、うん、なんかそうですね、点が最後線につながってるみたいな。そうそうそう、うん、どちらかというとお互いステレオタイプじゃないというかさ、はい、割と奇想天外なこともやってくれるし、うん、はい、だからそういう意味ではすごく楽しめてるよね。そうですよね。これが今の人たちに楽しめてるのかどうかっていうのが、あ、どう、若いね、方たちの方に、そうそうそう、いやいや、ただ変えてるだけでしょって言うんじゃ、うん、この意味があるんだよね、やっぱりね、うん、原監督が2球ウエスト刺したとかさ、はい、そういうこともあるし、うんうん、名将同士面白いですね、ベンチでも。いや面白いな、うん、この2人はもうタヌキとキツネって言ってもいいぐらいの本当バカシはやるよね。そうですよね。いや、この2チームがね、もし例えばクライマックスシリーズとかで当たったら、どんなね仕掛けをしてくるんだろうっていうのも。ただね、見てると、まあ、岡田監督は動きながら、ゲームが始まりながら、進めながらこういろいろこう変化をもたらすというか、原監督っていうのは奇襲があんまりないな。エリートだな。エリート。エリートっていう感じが。奇襲っていうものがさ、一つあると面白いなと思うんだけど。岡田監督はその奇襲とかしてやったりみたいな部分とかもあるってことですか、うん、岡田監督は。岡田監督はどちらかというと水の流れのように、うん、流れにあんまり逆らわないという。お、あ、逆らわない、うんうん、で原監督はその流れに乗ろうと思うんだけど、せき止められるという、あ、そういう戦いになってるかな今のところは。あ、ちょっと岡田監督にやっぱ分があるのかな、チーム状態。それはやっぱチームの状態だよ、うん、ピッチャーの状態がいいから、だからそうなってるんだと思う、うん、でもその調整の仕方、西純也を中に1回入れて、はい、また先発に戻すとかね、うん、まあ、そういうやり方もあったし、楽しいね見てて野球が。そうですよね、桐敷投手も戻ってきましたし、うん、いやここからね阪神はちょっとあのロードが続きますけど、まあ、ロードの中でまた阪神が、そして岡田監督はどういう采配を振るっていくのか、そしてぼやきがさらにこの暑い夏に加速するのか、うん、もうどんどんぼやき。これ一言阪神に言いたいのはさ、はい、平田勝雄に電話したんだよ、ヘッドに。あ、はい、ちょっと用事があって、うん、電話なかかってこないんだよ。え、折り返しないんですか。ない。どういうこと、どういうこと。ゆうたかさんぶやいてください、平田さん。本当だよ、お前。そこら辺は人としてちゃんとしてもらわないと困る。そうですね。いや、横田の時に、はい、あいつが二軍監督だったから、うん、ね、話を聞いて正確に伝えようと思ってたわけ、はい、だから、まあ、平田勝雄にね、ちょっと電話したんだけど、うん、出なかった。いまだにかかってこない。ぼや、もう言うと、いや、もう今度会ったら締め上げたら、ほらほうよ。